はい、スノーです。今日はですね、タカラトミーが獅子王カイザーをばらまいたってことで今話題になってますね。で、この件について思ったのは、タカラトミーは悪くないですね。なんでかっていうと、 GP の主催店舗やデュエマを取り扱ってるカードショップを救うためなんですよね。どういうことかっていうと、これね、 GP の会場費って主催する店舗が払ってるんですよ。で、それのキャンセル料を少しでも補わせるために一番効率なのがサプライを売ることなんですよ。だからサプライの購入特典に獅子王カイザーをつけて販売したんですね。これは診断の販売についても同様で、コロナショックで多くのカードショップが被害を受けました。で、そこで公式の心理を考えた時に、まあ、少しでもカードショップを手助けしたいっていう気持ちがあったと思うんですよ。そこで少しでも売り上げを回復させるためにサプライの購入特典に獅子王カイザーが入っているパックをつけたんですね。だとしたら今回ね、ユーザーの批判を顧みず獅子王カイザーをばらまいたタカラトミー、悪くないということが言えますよね。